お、やるな。これはいい手だ。そうだろう、そうだろう。俺結構囲碁の勉強してんのよ。うん、さてさて、次の手をどうするか。うん。勝本様。小石の音がするので来てしもうたわ。やはり対局中であったか。前田が若干有利なようじゃの。へへ。うーむ。さてさてどうしたものか。前田は囲碁を勉強したようじゃが、まだまだじゃな。はい。この局面だとのう。どうじゃ功罪、ここを起点にしても理解せるぞ。さすが勝本様、このような手があったとは。ふはははは、わしは囲碁が得意でのう。これはどういうことですか勝本様。真剣勝負に水を差すとは。おお、すまぬすまぬ、ついな。しかし遊びであろう、そんなカリカリするでないわ。勝本様は頭はいいが、人の上に立つのはまだまだと見える。わしが今日まで必死に囲碁を勉強してきたか、わからぬのか。余計なちゃちゃを入れて台無しにしよった。大げさな。大げさではない。勝本様は人の心がわからぬ。心を改めぬようなら、長年同盟していた衆徒に裏切られ、名誉を見捨て、皆から情けない対象として、そしられる未来が待っていますぞ。やけに具体的な誹謗じゃな。もういいわい。前田、お主外せ、頭を冷やして参れ。出ていけと申されるか。今だけじゃ、このままだと空気も悪くなる、濃厚剤。は、いえ、はは。そのように申されるなら、わしにも意地がある。これにて失礼。まったく、確かにわしも軽率じゃったが、あそこまで怒る必要もなかろうが。すまんな功罪、せっかくの対局じゃったのに。いえ、お気になさることではござりませぬ。そうはいかぬ。どれ、埋め合わせにわしと何か遊ぶか。勝本様じきじきに。すごろくでもやろうではないか、そちももっと楽にせい、わしも寝転がるぞ。ではお言葉に甘えて。それがしも。さすが勝本様、お強うござる。功罪、お主もなかなかやるではないか。お褒めに預かり、ありがたい限りでござる。まったく、前田もこのように、和やかに遊べぬものかのう。うん。前田、貴様何故戻ってきた。うお。ち、避けやがって、今度こそしねえ。うおお。か、勝本様。くそっちょこまかと動きやがって。細川慶長家の当主を舐めるな、わしとて室町人。いや室町人を滑る男じゃ、この程度の荒ごとなぞ造作もないわぁ。ぐぐ。おらぁ。くっそだ。すごい、前田から刀を奪って、組み伏せるとは。勝本様。ご無事でございますか。お主ら遅いぞまったく。勝本様、主君に刃を向けた不忠者、この場で切り捨てましょうぞ。いや、殺すな、お主らも刀を収めよ。しかし勝本様。連れて行け、こやつの親族に一旦預けよ、追って沙汰を下そう。ううん、勝本貴様。なぜあのような処置を、切っても何ら問題はありませぬぞ。この後のことを考えよ、生きり立ってここで殺しても、何のメリットもないわ。それより親族に預け、後日処した方が、前田の一族にとっても体面が保つであろう。そうじゃな。刑も斬首ではなく、切腹を許そう、できるだけ名誉あるしに肩にさせてやれ。なるほど、さすがは慶長家当主、お見事なる差配でござる。功罪、感服いたしました。こうして勝本に切りかかった前田少年は、親族の元に預けられ、切腹という名誉の死を遂げることができました。当時は切腹の作法は整っておらず、女性やお坊さんも切腹して死ぬことがありましたが、その死は見事な死として、世間的にも評価されるものでした。後世の切腹の価値観の下地はあったわけですね。青春ってタイトルだけど、これ勝本が何歳の時に起こった事件なの。なんかやけに冷静すぎて怖いんだけど。1444年だ、数え年で15歳、現代なら14歳、中学2年生だな。現代の中学2年とかみんな黒歴史の一つや二つ、持ってるレベルのバカなのに、すごいわね。この勝本の判断は、世間からもとても高く評価されたようです。前田少年の実家のメンツを、守ろうとしたのね。まあでも勝本、この後も難色関係のもつれで、家臣から殺されそうになったりするけどな。そういえば、新九郎走る、って勝本が、新九郎に、新女に呼ぶかもしれん、と言ってたけど。もちろん、伊勢宗瑞と勝本がそういった関係だという資料なんてないが。
あれは時代の風習というだけでなく、元ネタがあった上での描写だ。さすが結城まさみ先生、というしかないわね。しかし、相変わらず血の気が多いわね。室町時代だと他にも、羽室長親が悲観とすごろくの最中に、どういったわけか大喧嘩になり、悲観が殺害され、長親も重傷を負うといった、事件も起こっている。皆さんも室町時代に転生なりタイムスリップしたら、囲碁やすごろくのようなゲーム中でも、気を抜かない方がいいと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。それじゃまたの。